こういったフレーズですよね。おはようございます。こんにちは。こんばんは。中村翔です。今回は、超久々なんじゃないかな。アドリブについてね、やってみたいと思います。前ね、サロンメンバーだったかな。質問を受けていて、ちょっと放置してしまったものがあるので、それをやっていきたいと思うんですが、実際に曲のコピーをして、フレーズコピーですね。して、それをどうやって自分のアドリブに活かしていったらいいのかわからないという方、いませんか？ね、そのアドリブするためにはいろんな曲をコピーしていろんな引き出しを増やしていくといいよって話はね、僕もよくするんですけど、コピーしたらいいけど、これは実際どうやって使うの、どうやってかっこよく使ったらいいのね、わかんない方もいるかと思うんですね。そういった方のための動画をね、今回やっていきたいと思うので、アドリブでどうやってね、活かしていくのか、この動画で見ていってください。ギターレッスン、オンラインサロンやってます。では、覚えたギターソロのフレーズをどうやって、実際のアドリブとかに、ね、活かしていっていいのかとね、説明していきたいと思います。今回取り上げる、ま、その、皆さんが覚えたと仮定するギターソロは、ステアウェイトゥヘブンにしましょう。天国への階段ですね。まあ、みんな知ってると思うので、このフレーズ、有名なフレーズをね、例にやっていきたいと思います。こういったフレーズですよね。このまあ A マイナーペンタのねフレーズがいっぱい出てくるね、ギターソロです。これを題材にやってみましょう。一番最初のところこんなフレーズが出てきてます。マイナーペンタのメインのポジションですね。A マイナーだから、6弦5フレットを中心としたパターンです。こんなフレーズです。まずこんなフレーズが出てきてますね。じゃあこのフレーズをコピーしたとしましょう。しました。皆さんがコピーして弾くようになりました。じゃあこれをどうやって実際に使っていくのかっていうのをやってみたいと思います。ちょっとね、YouTube でバッキングトラック調べたらこんなパターンができたから、こんなパターンに入れ込んでいこうかなと思っています。これ A マイナーです。こんな感じ。ちょっと適当に弾いてみたんですけど、さっきやったこのフレーズ、これが多分ね、僕2回使ったと思うんですよね。2回出てきたの気づきましたか？こんな感じで実際に使ってます。なんでなんかその前後とか使う前後になんかいろいろ弾いて、でいざ行くぞって時にそのフレーズを、今のは丸々入れ込んだパターンですね。ちょっと崩してもいいかもしれないですよね。なんか例えば最初のチョーキングのニュアンスを変えるとか、こっちか。ちょっとチョーキングのニュアンス変えてみましょうか。この盛り上がった方が良さそうでしたね。この辺かな。最後音外しちゃったけど、まあ、こんな感じに変えてもいいと思います。今はねその丸々使ったんだけど、例えばチョーキングだけパクるとか、こんな感じでもいいですよね。なんか違うところに飛んでいく、途中だけ前半だけ、モチーフとしてもらってきて、あとは自分で弾いちゃうとか、例えば
わかりましたかね、あの最初だけ。リングいったのかな、多分。ここだけもらってきたね。とか、こういう使い方もできると思います。で、他にこのステアウェイトヘブンだったら、どこがいいかな、どこにしようかな。こういうのありますね。はい、こうなるじゃないですか。こういうのも使いやすいと思いますよ。こうなんですね。こういう使い方。まあ、弾いといて。こういうのを使えるよね。あと、このステアウェイトヘブンで、覚えたら使いやすいのになと思うのは、ここのフレーズ。こういうね、ちょっとなんか畳みかけるようなフレーズ出てくるじゃないですか。これもね、盛り上がってるとことか使えるんじゃないのかな。どこだ？サビ以外ですね。みたいにこんな感じで、入れ込んでいくといいかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。覚えたフレーズをどうやって実際にアドリブに活かしていくのかにやってみました。ぜひぜひ今回のようにね練習して使えるようになってみてください。グッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。ギターレッスンやってます。愛知県メカ愛知県の対面ギターレッスンとズームアプリを利用したオンラインのギターレッスンやってます。こういってね、アドリブのレッスンなんかもやってますので、自分のギターレッスンに興味を持ってくださる方がいらっしゃれば、こちらの詳細欄のリンク辿ってみてください。そして、オンラインサロンの運営もやってます。オンラインサロンの方では、僕に直接質問できるようなプラットフォームだったりとか、配信というのもやってますので、こちらの方も興味を持ってくださる方がいらっしゃれば、下にリンク貼っておくので、見てみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。